今日の県内は高気圧に覆われ、上越市など4地点で2月の観測史上最高となる気温を観測。各地で4月から5月並みの暖かさとなりました。一方、暖冬小説により恒例の冬のイベントにも影響が出ています。連日続く春のような陽気、新潟市中央区の神原神社では境内の梅の木が白やピンクの花を咲かせています。新潟地方気象台は今日、中央区の標本木で平年より20日早く梅の開花を観測したと発表しました。今日日中の最高気温は上越市高田で 22.5 度、糸魚川市で 22.2 度など4つの地点で2月の観測史上最高となる気温を観測。多くの地点で4月中旬から5月下旬並みの暖かさとなりました。春のような陽気に誘われて佐渡市で咲き始めたのは水仙の花。この地域ではお供え用に田んぼの土手などで水仙を育てていて、例年2月下旬頃から見頃を迎えます。しかし今年は雪が少なく気温が高いことから、例年より半月ほど早く花が咲き始めたということです。この時期ですからね、2月ですよ。まだ狛犬の入れれば何回か降ったかも分かりませんがね、残るような雪がそんなになかったから。